私は克美、夫を守ると結婚し娘愛が生まれたばかりの時の話。夫の実家は車で2時間程度の距離にあり、お盆とお正月ぐらいしか顔を出す程度だったが、娘を出産してから状況が変わった。夫の仕事が休みである第2、第4土曜日の月に2回、両親と食事をするのが恒例となった。大きくなったわね。ご飯食べたら近くの公園行きましょうか。すごくいいとこなのよ。夫実家近くには子連れでも行きやすい観光地や公園があり、よく遊びに行っていた。この日は昼食後、公園で遊んでその後買い物をするスケジュールである。これが意外とハードで、帰った時はいつもヘトヘトになっている。克美さん、はい、これ愛ちゃんに会えると思うと張り切って作っちゃうのよね。いつからだったか、この食事の際に義母が大量にお土産を持参するようになった。お土産というよりも嫌げ物。義母が適当に作ったまずい手料理である。作りためているのだろうか、ジップロックに入った食べ物とは認めたくないものを大量に渡してくる。いつ作った料理かわからないし、何よりも保冷剤も保冷バッグもない状態。破れやすい薄い紙袋にいつもまとめられていた。にやけた表情で義母は、足りるかしら、いつでも作ってあげるからね。どうも。外食の時でもお決まりごとのように渡してくる。なぜわざわざと思っていたが、次第に義母の目的が分かり始めた。翌々週、両親と食事をしようと集まった際も、はい、今日も張り切って持ってきちゃった。克美さん、はい、どうぞ。あ、はい、ありがとうございます。待ち合わせ場所の公園で会ってすぐに手渡される。娘を抱っこしていても強引に押し付けてくる。仕方なく抱っこしていた娘を夫に預け、嫌げ物を受け取る。愛ちゃん、バーバでちゅよと義母は娘に接近。義母は夫からさっと取り上げて抱っこする。義母は私が娘を抱っこしているのが気に食わないようだった。愛ちゃんはバーバが大好きだもんね。娘を抱いていると自然と夫と義父も寄ってくる。ゴミにしかならない嫌げ物の目的は私をはぶることのようだった。月に2回程度のことだったし我慢しようと思ったが、嫌げ物のジップロックから汁漏れが発生し、煮物の茶色い汁が私の服にぺったり。匂うし取れない。汚れに焦る私を見た義母は、ちょ、克美さん、持ち方とか考えないと、要領悪いのね、とクスクス笑う。私が困っていたところ義父が気づいてくれて、元はといえばお前が持ってきたんだろう、克美さんに渡さずに自分で持ちなさい。克美さんが持ちますって言ってくれたのよね。大丈夫よね、克美さん。そんなこと一言も言ってない。勝手なことを言われるが逆らいにくかった。そこへ夫が義母から娘を取り上げ、お袋が持てないんなら俺が持つよ、荷物は俺が持つから愛ちゃんの抱っこよろしく、と私に言った。マモル君が持つことないわよ、克美さんが持ってくれるから。それでもまだ自分のポジションを守りたい義母。私の言い嫁キャンペーンは終了し、スルーを決め込むことに。うわ、何これ、重すぎだろ。そんなにか、うわ重っ。お前こんなものを克美さんに押し付けたのか、自分で持ちなさい。結局義母に嫌げ物は返却され、自分で持つことに。なんか汁がついたわ、もう嫌なんなのよ。義母は切れて紙袋ごとゴミ箱へダンクした。そのまま私に訳のわからないことを叫びながら手洗い場に行った。義父と夫は義母の豹変ぶりに唖然としつつも、今までのことも謝ってくれた。娘も寝てしまったので、その日はそのまま帰宅することに。次の日早朝から電話があり、何事かと出ると、克美さん、昨日の態度は何なの。お父さんにも怒られたじゃない、あなたが容量悪いからいけないのよ、謝りなさい、と私に当たってきた。黙って電話をスピーカーにして放置していたら、克美さん、聞いているの。お袋、朝からなんだよ、いい加減にしろよ。義母は旦那と義父にこっぴどく叱られ、その後嫌げ物を持ってくることはなくなった。孫には優しい義母だが、性格が分かった以上、旦那も疎遠の方向でいいと言ってくれた。ご視聴ありがとうございました。また見てね。